にちは、空手トレーナー小次郎です。今回の動画では、質問いただいた内容にお答えするという形で、お伝えしていきたいと思います。で、今回質問していただいた内容が、月自体がなかなか伸びないっていう相談と、もう一つ足を踏み込んだ時に足がなかなか出なくてストップがかかってしまうっていう2つの、悩みをいただきました。まあ、いずれにしても月が伸びないっていう悩みになるので、今回その2つにお答えする感じで、発信していきたいと思います。で、まず先に上半身の腕の突きが伸びないっていう悩みに関してなんですけど、これに関してはまず肩甲骨の動きと鎖骨の動き、この2つがしっかり動くかどうかっていうのがポイントの一つで、もう一つは肩のはまり方、こう鎖骨肩甲骨っていうのがこう来て、その先端に腕がこうボコッとはまる感じにくっついてるんですけど、そのいずれもがしっかり働いていないとなかなかその突きっていうのが正しく伸びないっていう風になってしまいます。ですのでポジションが悪かったりすると肩が内に巻いてしまったりとか、肩が上がってしまったりっていう感じで思ったような突きが出せないっていうことになってしまうので、まずその腕の調整の仕方をお届けしたいと思います。で、腕の調整の仕方なんですけど、まず手を背中に持ってきます。その状態で鎖骨を掴んで揺らします。これ上下左右に揺するイメージで、外の方から内の方っていう風に動かしていくと、硬いところっていうのがなんとなく分かっていただけると思うので、だんだんほぐれていくと思います。はい、このようにすると左の肩が下がっていて、動かしても可動域がこう広がっているのが実感していただけると思います。こうすることで肩甲骨はほとんどの方が動きが空手選手はいいと思うので、鎖骨も同じようにほぐしてあげることで突きの伸びっていうのがかなり改善されると思います。はい、あと腕のこのはまり方に関してなんですけど、そこはラインアットの方で友達申請いただいた方にはお届けしてますので、そちらからアクセスをお願いします。で、もう一つ今回お届けしたいのが股関節の調整の仕方になります。で、股関節が詰まってしまっていると攻撃をした時に重心を移動させる段階でここがストップかかってしまって、こうストップがかかって上体がつんのめるみたいな、この結果突きが伸びないっていう風になってしまうので、しっかり股関節の状態を整えて前に踏み込める、環境づくりをすることが足の踏み込みができないっていう人に対してはかなり有効な手段になります。この股関節の調整をすることで足の可動域っていうのも広がってくるので蹴りにもつながってきます。今回お届けしたいのは調整方法とトレーニングになります。この2つを取り入れることで股関節の動きが良くなるので、ぜひそれやっていただければと思います。はい、ではここから股関節の調整をお届けしたいと思います。先に調整をしてその後動くことで股関節が整った状態で運動するシステムを整えることができます。まず先に股関節のほぐし方を紹介したいと思います。まずうつ伏せになります。その状態でほぐしたい方の足を下に下げていただいて、曲げて斜め45度に開きます。その状態で足を左右に揺すって股関節周りの筋肉とか靭帯の、ほぐしを行います。このように揺らすことで周りの、筋肉靭帯がほぐれていきます。ほぐしに関してはこの動きを左右やっていただくことでかなりほぐれた状態が作れます。で、ここからちょっと簡単な運動を、紹介したいと思います。仰向けになります。で、この状態で足の付け根の方から前方にこう上に上げます。付け根を使うイメージ で上下に5回動かしていきます。まっすぐ5回行ったら股関節を外旋外向きにして持ち上げます。で、これも5回行ったら今度は内側で5回、このように3方向に使うことで普段使わない方向っていうのも使うことができるので股関節周りの動きが改善されます。で、もう一つがうつ伏せのやり方、さっきは前に振り上げたので今度は同じように後ろに持ち上げます。お尻だったり、ももの裏の筋肉をメインで使うことで、可動域が広がってきます。で、まっすぐやったら今度は外向きにして同じく行います。
で今度は内向きにして5回、はい、このように簡単な運動ですが股関節周りの筋肉の使い方も習得できると思いますので、ぜひやっていただけたらと思います。苦手な方向、内にひねる外にひねるっていうのが苦手だとその方向がやりづらかったりっていう特徴が、それぞれ出ると思うのでその辺は、ご自分で、やりやすさとかやりにくさを、感じながら取り組んでいただけたらと思います。はい、今回の動画は以上となります。チャンネルでは、空手選手へ向けてパフォーマンスが上がるような内容だったり悩みを解決するような方法をお届けしています。まだチャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録お願いします。あと他にもこういうこと知りたいとかあればぜひ、コメント欄に書き込んでいただけたらと思います。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。